オリオールズ13、12アールソックス、日本時間10日、ボストン、オリオールズの藤並慎太郎投手が9日、日本時間10日、敵地で行われたレッドソックス戦で今季7勝目を挙げた。1回3分の2を無安打無失点1奪三振の完璧救援。これで4試合連続無失点となり、8月25日、同26日以来の白星を手にした。 実際の映像、打者呆然、完璧すぎる藤浪晋太郎の161キロは、キレッキレ、速いだけじゃない、7・6の5回1・1・2塁のピンチに3番手で登板。最初の打者となったウォンの打席で柔投を決められ、2・3塁とされるも、ウォンは浅い飛びでタッチアップを許さず。ベルドゥーゴは2ゴロで、1塁ベースカバーで転倒するもアウトのコールにグラブを叩いた。火消し。 に成功して流れを引き寄せると、直後に味方打線が2点を奪ってリードを広げた。イニングまたぎとなった6回は、デバースとターナーをいずれも3ゴロ。最後は笠津を100.5マイル、約161.7キロ、の速球で空振り三振に仕留め、三者凡退で切り抜けた。これで11試合支球がなく、9月はいまだ自責点ゼロで、防御率は7.15となった。 チームは逆転勝勝、ちで7連好調のチームを藤浪が支えているレッドソックスの吉田正尚外野手は5番左翼で先発出場していたが対戦はお預けとなった吉田は6打数3安打で9試合ぶりの1試合3安打をマーク打率を293に上げた